れ様です。坂本です。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回はドーナツをたくさん買ってきたので、それを食べながら何個目だろう、まあ、ちょっと何個かにわたって作ってる日常を切り取るっていう動画のまあ解説じゃないですけど、それについてちょっと話していければなと思って動画を撮ってます。まあ、とりあえず食べます。で、この中にもいくつか入ってるんですけど、これポン・デ・リング1個目はやっぱりこれで。いただきます。コーヒーはカフェオレにしようかと思ったんですけど、ちょっと今日は量が多いので、ドーナツの量が多いのでブラックにしてます。次、これゴールデンチョコレートだったかな、です。うん、めっちゃ落ちる。うん、美味しい。そう、ドーナツあんまり大量に食べることないんで、こういう企画でやったらまあそういう名目になるかなと思ってやってます。美味しいな。止まんないな。まあ仲回ししてるんで、いい感じに切ってもらえれば。で、次これオールドファッション、なんだかんだこれが一番好きなんですよね。いろいろ美味しいのあるんですけど、これが一番好きです。やっぱ食べてて飽きないっていうのがいいですよね。何個食べても。うん、でオールドファッションっていうと、もう最近ではコンビニとかでも結構普通に置いてあるんですけど、個人的にはセブンイレブンのオールドファッションが一番いい感じかなと思うんですよね。まあでもこれも物によって結構油でべちゃべちゃになっているようなオールドファッションとかもあって、まあそれはそれで美味しいんですけど、やっぱりいっぱい食べるってなるとあんまり油っぽくないようなさっぱりした感じのやつがやっぱり美味しいですね。本当にこれ何の動画なんだろうって感じですけど、そろそろ本体に入らないといけないんですけど、なかなか、
3が 4K の動画だと15分しか撮れないみたいで、なので今こっちでタイマーで測ってて、これを見てやらないといけないっていう、しかもモニターでこっちの状況が、撮ってる時の状況が見えないんで、本当に動画は撮れないカメラだなっていう感じですね。やっぱりまあちょっと分かってて買ってるんで文句はないんですけど、チュロス エンゼルクランチもね、なんだかんだ美味しくて、これもオールドファッションの次ぐらいに好きなやつなんですけど、あ、そんなのない、ここうん、生クリームがやっぱり最強ですね。生クリームがあれば人類は平和ですよ。もう15分経っちゃう。はい、今ドーナツ4つ食べてたら時間切れになっちゃったんで、まだ回し直してます。で、ちょっとチュロスも食べるんですけど、そろそろちょっと本題で、なんであの日常を切り取るっていう動画を、一連の動画を作ったかっていう話ですね。まあ食べよう、とりあえず。うん、うん、こういう感じなんですね、チュロスって。初めて食べたんですけど、外側サクサクで中もちもちみたいな、外側が硬いポンデリングみたいな感じなんですね。美味しい。あ、で、本題ですね。そもそもなんで撮り始めたかっていうと、そのSNS 上とかでよくカメラ系の、まあ、そういう写真を綺麗に撮ってる人たちがよくする使う言葉で、その日常を切り取るっていう言葉があるんですけど、まあ、それがちょっと個人的には気になってて、っていうのもやっぱカメラっていう存在は僕にとってなんか特別なものなんですね。その写真ってやっぱりもう今はスマホで当たり前で撮れるんで、それをわざわざあえてカメラっていう、まあ軽く10万円超えてくるようなもの、それを使ってわざわざ撮るっていう行為に対して、それを行うっていうのが、まあなんて言うんだろう、それ自体が特別なんで、それが日常っていうのが違和感があるんですよね、やっぱり。で、しかもカメラで撮ると、まあ色を誇張された色を、まあ最近だと特に問題というか、ツイッターとかのタイムラインでよく話題になるのが、サイドを上げすぎて、例えばもみじを撮ると、全然本当は目で見るとそんなことはないんだけど、すごく真っ赤で綺麗になってるみたいな、そういうのとか、まああとは F 値の明るい、F 値の値の低いレンズを使って背景をぼかして撮るみたいな、そういう演出、それが行われるっていうことが、まあ、日常とはやっぱりかけ離れちゃうんじゃないかなっていう思いがあって、で、まあ、日常を切り取るってどういうことなんだろうっていうのをちょっと自分の中で整理したいなと思って、今回動画を作りました。あ、別にそういう日常を切り取るっつって SNS ではアップされてる写真を悪く言いたいわけじゃなくて、その日常を切り取るっていうのは何なんだろうっていうのを単純に知りたかったから動画を作ったっていう感じです。で、まあ僕の中で整理したくてやってみました。うん、チュロス美味しい。
本題の話ができない。どこまで使ってきたの、失敗だったかな。ちょっとなくなっちゃったんで、新しいの取ってみます。まずいな。美味しすぎた。いっぱい買ってきたと言って、ファッション多めで買ってます。どれにしようかな。いや本当にオールドファッションが好きでさ、好きでミスタードーナツはオールドファッション系が豊富なんで、個人的にとても嬉しいんですけど、これが確かシナモンだったかな。おしゃれなオールドファッションって感じですね。ピント合ってるかどうかわからない。あ、レンズはあれです、フォクトレンダーのノクトンクラシック 40mm、 まだマニュアルフォーカスなんで多分ピント合ってないと思います。甘すぎず、主張はあんまりない。あとシナモンはしっかり香ってくる感じで美味しいですね。で、まあ、一連の動画についてなんですけど、まあ、まず何をしようとしたかっていうと、その日常っていう言葉を辞書で調べると、いきなり話始まっちゃうんですけど、日常っていう言葉を辞書で調べると、まあ、常日頃みたいな感じで出てくるんですね。常日頃、まあ、日常があるんだったら特別があるんじゃないかなっていうことを思って、で今回栃木県の栃木市蔵の町っていうところをっていうふうに呼ばれてるというか、栃木県が観光地としてそうやってやってるところに行ってきて、で、まあ、観光地なんで、まあ、観光地で僕が観光客ってことなんで、まあ、観光っていうと日常ではないかなっていう、特別なんじゃないかなっていうことで行って写真を撮ってきて、でまず1本目の動画、あれがまず特別と日常の境目ってどこなんだろうなみたいなのをまあ探してみたくて、でまあ僕というか、まあまず写真としてはサムネイルの写真が割とあの動画全てなんですけど、あの木の箱に包まれた鉄の箱、鉄かな、わかんないけど、材質はわかんないですけど、まあ金属の箱があって、あの金属の箱っていうのは電柱をあの地面に埋めるために必要なそういう装置みたいなんですね。あの景観を守るためにというか、電柱がなくなっていってる理由はまた別なんですけど、まあとりあえず電柱なんです。電柱なんです。で蔵の町っていう場所、まあそういうエリアだと、その電柱の金属の箱がさらに木の箱に包まれてるんですね。で、まあ勘のいい人は気づいたと思うんですけど、途中からその道路沿いにずっと歩いていったんですけど、その木の箱が途中からなくなっているっていう。で、まあそうすると、その木の箱がないエリア、まあその一定のラインを超えたところが、まあ
普通の観光地ではない栃木市の人たちにとっての日常なのかなっていうところで、まあ、そういうのを見てたんですけど、でそこのラインって何なんだろうっていう、日常と観光地のライン、まあ、観光地のラインは決まってるんですけど、道路で、あの道路の道路のあそこで何だったかな、ママだスーパーマーケットのところでちょうど切れてたんですね。後で動画を見返してみたら、なのでまあそこが一応栃木市としては観光地と、まあ、通常のエリアとのラインっていうことでなってて、まあでもそうですね、そんな感じなんですけど、じゃあ一方で観光地が特別っていうのは、まあ観光客目線では観光地は特別なんですけど、一方でそこで観光地で働いてる人たち、その人たちにとっては観光地もすでにもう日常なんですよね。なのでまあ日常っていうのは同じもの、場所を見てても同じ場所、うん、そうです、場所にフォーカスして考えると、まあ、そこに住んでる人か、そこに住んではない外の人が来た時に見るかで、まあ同じものを見てるけど、片方の人は日常で、もう片方の人は、まあ、特別な場所みたいなことになるんで、まあなんて言うんでしょう、まあ単純に、あでこれをちょっと思ったのが、その写真を撮ってる人で、まあ観光地でも何でもいいですけど、自分が普段行かないようなところに行ってその場所の日常を切り取るっていうことをたまに言う人がいて、でその切り取ってる、その人が言う日常を切り取るっていうのは、その自分にとっての日常じゃなくって、そこに住んでる人たちの日常なんだなっていうのがまず一個あって、ああまあそういう考え方もあるかなと思ったんですけど、まあ、つまり写真で切り取るのは自分じゃなくて人の日常、うん、っていうのもちょっと思ったんですけど、まあでも自分の日常を撮ってる人もいるよねっていう、うん、ので、まあちょっと、まあ、これ今回の話全然まとまってないんで、自分の中でも、まあ、ちょっとこうやって話しながら考えて見てはいるんですけど、まあこの動画を見てる人もちょっと考えてみてもらえばいいかなと思うんですけど、ドーナツは美味しい、うん、でなんでこう今回こうやってドーナツいっぱい食べてるかっていうのも一応あって、理由が普段から別にこんなに大量のドーナツを食べてるわけじゃないんですね、もちろん食べてるわけじゃなくて、じゃあこれがこの瞬間が特別かっていうと、まあ、別にそこまででもないというか、まあちょっと日常っていうのが分かんないうちに日常ですかのちょっと不正なんですけど、まあ日常のうちの一つなんですね、この行為も。ってなると日常、どこまでが日常なのかみたいなのがやっぱりあると思うんですよね、僕は。うん、で日常の境目はどこなんだろうっていうのがまず1本目の動画と、3本目かな、夜を撮った動画、あれもそうなんですけど、結局まあ多くの人が、まあ、昼間、まあ多くの人だと言い方も変ですね、あのまあ学校行く人とか普通の一般の会社でサラリーマンをやってる人とか、そういう人たちも、そういう人たちはやっぱり昼間に活動して、まあ、夜家に帰って寝るみたいなところだと思うんですけど、そうするとたまになんか散歩に行くとか、あとは深夜にラーメン食べに行くとか、そういうことをするっていうと、やっぱり夜って特別な時間っていう感じがすると思うんですよ。でも一方でやっぱり夜普通に働いてる人たち、まあ何でもいいですけど、飲食店でもキャバクラみたいなところでも、あとはまあ警察官とかもそうですかね、あの辺も夜働いてる方とかいる
らっしゃるんで、そういうのを考えた時に、じゃあその人たちは昼間に行動することを特別なことって感じるのかっていうと、多分そうでは、まあ聞いたわけじゃないですけど、多分そんなこともないんじゃないかなっていう気がしてて、まあそうすると時間、暗いから特別なのか、それもなんか違う気がするんだな。で、田舎なら、うん、田舎じゃない、人がいない、夜は人がいないから特別な感じがするっていう考え方をすると、田舎だと常に人いないんですよ、外に。僕も何本か動画上げてるんですけど、田舎の動画、まあほとんど人にすれ違わない。なので別に人がいる、人の有無、多さが特別と直結してるわけではないんですよね。そうなんですよ。そうだと思うんですよ。ブラックコーヒーがめっちゃ美味しいんですけど、次はオールドファッション。いや、これなんて言ったかな。これ子供の頃にめっちゃ好きで食べてたんですけど、この白いのココナッツなんとか、これもまたボロボロ落ちる系なんですけど、これも美味しいんですよね。なんかチョコレートだけど上品な感じ。まあチョコレート別に下品ってわけじゃないですけど、まあその中でも上品な味の感じになるみたいなのがあって、食べ出すと喋らなくなるっていうね。いや、まあちょっとこの間に考えてみてほしいんですけど、見てる人にも、まあ、編集している僕も多分考えてると思うんですけど、まあだからその日常と日常でないものの境目っていうのはまず一個考えてみたいなっていうのは、考えてみたいなというか考えていたところなんですね。これめっちゃふわふわなんですけど声はガサガサっていう悲しい。ミスタードーナツって何周年なんですかね。なんかずっと同じ味でみんなに愛され続けるってすごいですよね。そしてミスタードーナツの話になっちゃいますけど、まあ期間限定の味を出すこともありますけど、なんだかんだ王道のやつが美味しいっていう。で、王道で言うとこの2つなんですけど、もうどっちがどっちか分かんないですけど、片っぽがカスタードクリーム、片っぽが生クリームのやつとか言ってです。どっちがいいかな。じゃあどっちがいいか。結局クリームが一番美味しいっていう話ですね。生クリームでした。あ、これクリームの種類隠すために粉をまぶしたのか。そんなわけねえか。ミスタードーナツのクリームは、まあなんか王道って感じですよね。
甘すぎずさっぱりしすぎずみたいな、しっとり系の生地とよく合って、なんか揚げたケーキみたいな感じになりますよね。別にミスドの食レポをするための動画じゃないんですけど、ただ美味しく食べるだけっていう。よいしょ。なんか今見たらすごい白飛びしちゃってて、動画がちょっとこの動画かなり怪しいんですけど、まあもう始めちゃったんで続けますけど、カスタードクリームの方もいただきます。白飛びしてます、きっとカスタードクリームだよ。カスタードクリーム初めて食べたかもしれない、ひょっとすると。この美味しそうなドーナツの姿を見せたかったんですけど、いいカメラを使って多分ちゃんと撮れてないですね。ごめんなさいね。まあ美味しそうなドーナツを見たい人は店舗に行ってください。カスタードクリームはなんだろう、だいぶ甘さ控えめな感じがします。次、オールドファッション、何もついてないやつ。チョコレートがないとちょっと寂しいですよね。シナモンも何もかかってないんで。でまあこれを食べる前にちょっとまた話を戻すんですけど、写真に結局あと、そうそうそう、とりあえず1本目と3本目の動画はそんな感じで、その日常と特別の境目に対してフォーカスしたような動画にしてて、で他2本目4本目かな、モノクロだけにしてる動画と、あとは、開放 F 値の明るい低い動画で、低い動画じゃない、開放 F 値の低いレンズを使ってボケを多用したような、失礼、ボケを多用したような写真を撮ってるやつが、撮ってるってやつがあるんですね。でまあそれはなんで撮ったかっていうと、その日常を切り取るっていう行為と表現、自分の表現ってやつが必要なのかっていうところがちょっと気になって、っていうのもやっぱりその日常を切り取るっていう名目というか題目で写真を出してる人たちっていうのの写真っていうのが結構、まあ、に普通の目、自分の目で見たらこんなことにはならないでしょっていう、まあ、色であったりとか、まあ、時には、まあ、色であったりとかボケ具合であったりとか、まあ、F1 のレンズで撮った写真のボケが人間の目でそんな風に見えるかっていうと全然そんなことないと思うんですけど、で、まあ、色に関してもちょっと青みがかってたりとか、全体的にオレンジっぽかったりとか、まあモノクロになってるとか、そういう写真ですね。それが日常なのか、いやまあモノクロに色が見えないっていう人もいると思うんですけど、まあ、それは置いといて一旦表現として、そういう表現が日常を切り取るっていう写真に必要なのかどうか、まあ必要だって言われたら必要なんですけど、そのなんだろう、日常、これが私の日常ですっていうんではなくって、その表現、自分の表現で撮るっていうことはなんていうのかな、日常っていう題目の
日常ではない写真、ちょっとうまく言えないんですけど、まあ、要は日常じゃねえんじゃないかなっていう話なんですね、表現をすると。うん、でこういう、まあ、ちょっと写真出しとくんですけど、そういう日常を切り取りましたっていう写真でストレートに出すとこういう感じになると思うんですよ、まあ、写真出しとくんですけど。でもこんな写真を使っても、もう何のことだか分かんないというか、それを撮ってどうしたいのみたいなことになると思うんで、まあ、だからみんな自分の色とかその F 値を変更してボケ具合を調整したりとかしてると思うんですね。じゃあ表現をする理由っていうのは誰のためなのかみたいなのもあって、まあ一番わかりやすいところで言うと SNS でいいねをもらうためなんですけど、だと思うんですけど、それってどうなのかなっていうのを思った時期もあって、今もは多少はあるんですけど、でまあそんな感じで撮り始めて、まあ、特にボケに関してなんですけど、ボケは写真独自の表現って言われるんですけど、でも人間の、まあ、表現としてはそうなんですけど、人間の目でもボケって生まれるよなって思って途中で、まあ、例えばこうやってドーナツを見るとやっぱり後ろはお皿とかは少し見えづらくなる。でも逆にこのドーナツからお皿の方にフォーカスを合わせるとドーナツはちょっとボケて見えるみたいなのもあるんで、まあボケに関しては多少は、まあ、別にいくらやってもいいんですけど、多少であれば人の目に近いようなものにもなるのかなって思ったりして、で色に関してはまあ、モノクロは極端ですけど、結局そう、何が一番気になっ撮ってと思ったかっていうと、日常っていうのは連続している出来事の中の日常を切り取るっていうのは、まあ、日々生きている中で連続して流れていっているものの中の一箇所を切り取るっていうことだと思うんで、まあそうすると記憶なんですよね。記憶、うん、まあ過去の出来事、その写真を撮った時点で、時点よりも後の自分、なんて言うんでしょう。写真を撮った時点でそこが過去になるんですよね。で、まあそうすると、その写真に写ってるものは、まあ記憶、と同じ、記憶と同じっていうのはあれなのかな、まあ事実 100% 未満っていうタイトルをつけたですね、1個動画に、あ、それなんですけど、要は事実ではないけど、まあ、ほぼ事実みたいな感じで、うん、だからまあ例えば自分の昔の記憶を思い起こして、あんなことがあったな、こんなことがあったなっていうのも思い出すと、やっぱり色とか、まあそういうのは正確には覚えてないんですよね。多くの人は。だから、まあ、日常を切り取った視点で、正確な色である必要はない。のかなっていうのをちょっと思ったりはしました。うん、そう、そんな感じですね。そんな感じですねって言っても分かんないと思うんですけど、いや僕の中で、まあだから表現、まあ別にもともとダメ、表現するのがダメっていう話じゃないんで、なんで表現するんだろうな、表現が必要なんだろうなっていう話なので、まあなので後で自分で見たときに、あ、なんかこんなことがあったなっていうのを
まあ、ちゃんと思い出せるようになってるのであれば、思い出せるのになってるのであればというか、意識できるのであれば、意識できる、まあそう、まあ、なんだろうな、なんかちょっとうまくまとまらないんだけど、ちゃんとできてる、自分の中ではちゃんと整理つき始めてるようなところはあるんですけど、プレーンのオールドファッション全然食べれてなかったんで食べます。いや、これだけでも全然美味しいっていう。オールドファッションって最強ですよね。別に何もこれ以上いらないみたいな。チョコレートついてるやつが美味しいですけど、チョコレートついてても美味しいですけど、ということで次、これはなんだ、なんだっけ、ハニーなんとか、オールドファッションですね。オールドファッションいろんな種類ありますよね。いや、ポンデリングも結構種類あるんですけど、ああポンデリングよりはオールドファッションが好きかなと思ってオールドファッション買ってきました。いただきます。見た目の割に甘くない。ハニー感はあまりない、まあ、はい、美味しいです。美味しいけど、なんだろう、これはどういう評価をつけたらいいんだろう。まあでも甘すぎないですよね、見た目の割に。あ、じんわりと蜂蜜感きますね。風味がちょっと鼻に抜けるというか。ああなるほど、ああこれはいいな。これはなんかゆっくり食べると美味しい感じのやつですね、きっと。でまた写真の話に戻るんですけど、あ、で多分最後の動画は、この動画を撮影してる時点だとまだ編集が終わってなくて、まあ、大体どんなものにするかは分かってるんですけど、まあそれもやっぱり境目の、日常と特別の境目のを考えるための動画なんですけど、結局じゃないですね、今回もう何日も連続じゃないですけど、何日かかけて栃木市の方にお邪魔して写真撮らせてもらってっていうのをやったんですけど、まあ最初はもちろん観光客、どこまで行っても住んでるわけじゃないんで観光客でしかないんですけど、まあでもやっぱり何回か行っていくと自分の気持ち的にその場所に馴染んでいくと思うんですね。ああここはこういう場所なのみたいな、ここにはあれがあって、この店ではそこの角曲がるとあの店があって、そこでは何を売ってるみたいな。はい、ということで、カメラのバッテリーが切れましたという感じですいやちょっとやっぱバリアングルじゃないと気づかないんですよね。で今別日で撮ってます。ということでドーナツの新しいやつです。浅入りのカフェオレ意外と美味しいですね。あ、で本当にドーナツの話ばっかりしてたら完全に電池なくなっちゃったんで、今回は食べるんですけど話す方がメインということで、はい、やっていきます。これも美味しい。はい、ということで、多分
切れちゃってるタイミングだと、あの違う、一番最後の動画についてはちゃんと話せてないと思うので一応話しておくんですけど、やっぱり一番最後の動画は時間を、時間にフォーカスして、時間っていうものにフォーカスして作った動画になってます。で、そうね、どこまで話してるかちょっと確認しないで分かんないんですけど、ちゃんと確認しないで、まあやっぱりどれだけ時間をかければまあ日常になるのかっていうのをやってみたくて撮ってました。まあ今回行った期間としては1週間ぐらいは行ったかな。でまあそれをずっと続けていって、まあ1ヶ月とか1年とかもっとずっと長い時間かけていくと、まあそういうことを、栃木市を撮ってる日々が僕の日常の一部になる。で、そうなっていくとすると、一体それはどのタイミングで日常になるのかっていうのをちょっとまあ考えながら撮ってたっていう話です。はい。まあ、一連の動画はそんな感じですね。それぞれ、まあ日常っていうものが、日常って何なんだろうっていうのを考えるために、いろいろ日常を撮るか、日常を撮るっていうのはどういうことなんだろうっていうことを考えながら写真を撮ってみたっていう話です。そう、一個一個味の感想を言わなくて済むように全部同じ味のドーナツです。はい。で、なんでそもそも今回こういうじゃないな、そういう動画を作ったのかっていうところで言うと、まあそもそもどうして写真を撮るのかっていう話を考えなくちゃいけない、まあ別に考える必要もないんですけど、好きなのやってればいいんですけど、あの例えばこれを見てる人でも最近なんか写真撮らなくなったなとか、カメラ持ち出すの億劫だなみたいな人がいると思うんですね。多分いると思うんですよ。うん。で、やっぱりそれは最初はカメラを持つっていうことがすごく特別なこと、始めた頃はきっとそうだと思うんですね。僕もそうだったんで、というかそれまであった日々とは別のことをやってみたい。もともと趣味がなかったんでカメラを始めたっていうのもあるんですけど、まあ、そういうのがあって、まあ、カメラを持つことで今までとは違ったものの見方とか、あとはまあ行ったことない場所に行ってみたりとか、そういうのがあったと思うんですけど、まあ徐々にカメラを持つ時間が長くなって、カメラがあること、日々、日常、そういうのに慣れてしまうと、まあ、どうしても撮らなくなっていっちゃう人がいるの、いる、まあ、撮らなくなっていっちゃう人もいるっていうのはと、まあ、しょうがないことかなっていう。それ別にいいんですけど、まあ飽きたら別に新しいこと始めちゃえばいいと思うんですけど、まあでもやっぱりそれってちょっと寂しいことだなっていうのもあったりはして、で、まあカメラ飽きちゃって写真撮らなくなっちゃってみたいなことになった時に、まず道が2つあると思って、まあ一つはもうそのままカメラをやめちゃう、写真をやめちゃうっていうパターンと、もう一つは新しいカメラを買うとかレンズを買うとか、まあそうやって沼にはまっていく人たちがいると思うんですけど、まあ別にどっちがいい悪いっていう話ではないんですけど、まあ例えば新しいカメラを買うとか、まあ僕もこれ X プロスリーブ撮ってて、動画撮るのは圧倒的にめんどくさいんで、XS10 買いたいなーとか思ってたりはするんですけど、まあそうやっていくとやっぱり他に使うお金がなくなっていっちゃうですね。それもまあカメラ好きならそれでいいと思うんですけど、まあ、ちょっと本末転倒な気もするんですよね。
っていうのもカメラやレンズばっかりお金かけてしまって、まあどこにも行くお金がなくなっちゃうとか、あとは日々の生活の質が下がっちゃう。それはなんかちょっと違う、いやまあそれでもいいんですけどな、個人的には違う気がしてて、まああとは写真じゃなくてカメラの話をしだしてしまって、まあいろんなメーカーがあると思うんですけど、カメラのメーカー、まあどこそこのメーカーはダメだとか、どこのメーカーのカメラはいいとか、そういう話に徐々になっていってしまう人がいるのも事実。まあでもやっぱりそれってちょっと寂しいなっていう気もしてて、じゃあそうならないためにはどうすればいいかっていうことの一つとして、まあ自分がなんで写真を撮るのかとか、まあ、写真を撮る意味とかそういうのを考えながら撮ると、まあいろいろ考えながら撮ると、まあ、また写真の楽しみ方がちょっと変わってくるのかなっていう気がしてて、でまあ今回撮ってみたっていう感じです。で、あ、食べよう。そうですね、まあせっかく始めたんだったらなんか続けてみてほしいなっていう思いがちょっとあって、僕の中に写真って、まあ、特に日々の写真を撮るっていうのってやっぱ続けることに意味があると思うんですね。なんとなく普段から撮ってみて、で、まあ、それをずっと何年何十年続けて、で本当にずっと後になってもう忘れちゃってるようなことが写真として残ってるっていうのは、やっぱり難しいことはいろいろあると思うんですけど、写真業界いろいろ哲学的な考え方とか、最近だと環境問題とか人権問題とかそういうのに携わってる写真家さんとかもいると思うんですけど、まあそういうのじゃなくてもっと根本的な、根本的なっていうとまたいろいろあると思うんですけど、まあもっと一般的な楽しみ方として、昔の思い出を残しておいて後で見て、まあ思い出に浸るみたいな、そういうのがもっといろいろできるといいなと思ってます。まあそれで言うとやっぱりスマートフォンで撮るのが一番手軽でいいとは思うんですけど、うん、まあだから結局スマートフォンが一番いいんですよね、それで言うと。そうか、まあだからそうこの動画をそもそも始めた理由の一つとして、カメラを持っているっていうことが日常なのかっていう、うん、いや、どうだろう、カメラを使って撮った写真とか動画っていうのは日常を切り取るっていう名目で撮ったそういうものっていうのは果たしてそれは日常なのかっていう、まあ、だから、うん、記録を残すための道具、それだけを目的とした道具日常を切り取るっていう話だけでするのであれば、スマートフォンで足りるんですよね。というかむしろそれの方が適切なんですよね。適切、最適解で、やっぱりカメラを持つとどうしても演出が入っちゃうと思うんですよね。あ、なんか堂々巡り始まったかな。これ話冒頭の話もしてるかもしれない。あ、いや、この辺はまあいいです。とりあえず、またちょっと考えますか、とりあえず。まあ、とりあえず、続けてほしいなっていう話です。
で、よく一番昔から割とあると思うんですけど、こういうのってその子供ができた時に最初に生まれた子供ってすごく写真とかいっぱい撮ってもらうっていう話はあると思うんですけど、やっぱり最初なんで。ただ2人目3人目って生まれてくると、その後ろの子供ってそういう写真とか少なくなるよねっていう、これ見てくれてる人もしかしたら、あ、僕そうだなみたいな人いると思うんですけど、それもちょっと悲しいですよね。だからやっぱり継続って大事なんだなっていうのは、そういうところを見ても思って、なんか特別なことが起きたから撮るじゃなくて、日常を撮るっていうのであれば撮り続ける。そうか、そうだ、撮り続ける。一枚だけ切り取ると、それは日常、それはただの写真なんですけど、日常を切り取る。日常っていうのは常に流れてるものなので、日常じゃないですよ、時、時間っていうのは常に流れてるものなので、それをずっと連続して収めておけば、それはその写真たち、積み重ねられた写真たちが連続して撮られたものを、ごめんなさい、なんかちょっときそ、きそうなんですけど、そうそうそう、連続して撮られてるからこそ日常の写真だと言える。そうだな、連続だな、やっぱり連続性か。まあ、はい、今日は、撮り続けてくださいっていう話です。はい、まあ、あのやっぱりせっかく始めたんで、カメラ始めて、まあ、これから始める人もいるかもしれないですけど、この動画を見る人で、まあ、せっかく始めたんで、まあ、長く続けていろいろ撮ってもらって、で、まあ、楽しんでもらえればなっていうふうに思います。はい、まあ、そんな感じでまた次の動画で見ていただければ嬉しいなと思います。はい、ありがとうございました。